いやー、まだまだ暑いけども、そろそろ秋服が欲しい気分なんだよなその中でも、やっぱり着こなしの中でも主役になるようなアウター、ここをちょっと今回は新調したい。まあ、T シャツだとか、シャツの上にさらイと着れるようなライトめのアウターで、今年っぽいものを見つけたいんだけども、誰かこのあたりバシッと教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人の秋のアウターは、この3パターンだけあればいいというテーマで、お届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にも しりまだまだ暑い日が続いているんですが気分はすっかり秋モードということで、まあ、夏服にも皆さん飽きてる頃だと思うんですね秋服が着たいこれからちょっと気温が下がってきた時にアウターを羽織りたいと思っている方いらっしゃると思いますそんな時に便利な今年っぽい秋アウターを今回はですね3パターン皆さんにご紹介をしてみたいなと思います冬になればもっと重量のですねダウンだとか厚手のコートがあって、まあ、それらがあれば十分なんですがそれ以前の秋のタイミングに着れるものもですね やっぱり持っておくと便利なんですね。まあ僕の中ではちょっと丈がそんなに長すぎないですね。ライトなアウターが秋にあると便利かなと思っていますので、今回の動画の中でしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思います。また皆さんの方でも、こういった秋アウターも結構いいよというのがあればですね、コメント欄で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの業本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、 いってみましょう はいということでここからですね具体的に秋に使えるライトアウターを皆さんにですね3つご紹介したいなと思ってるんですがその中でもまず1点目はですね僕が今着てるようなデニム系のライトアウターですねこのあたりはもう鉄板で使いやすいんじゃないのかなと思います僕はですね秋といえばやっぱりデニム系のアウターをさらりと羽織りたくなるんですね特に夏の終わりなんかは今もそうですが T シャツを着てその上に1枚羽織るだけで完成みたいなスタイルが好きなのでこういったデニム系のアウターをですね のですね、今着てるのはカバーオールですねこういったものを羽織ることが多いんですね、まあ、先日もご紹介しましたがジージャンみたいな竹の短いものもありなんですがカバーオールに関しましてはジージャンに比べると丈が長いんですね、まあ、お尻もしっかりと隠れるような長さがあるので大人の男性が気軽に着るのであればこのデニムのカバーオールというのは結構旬なアイテムでもありますし大人っぽさもある程度担保することができるので結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています、まあ、最近ではいろんなブランドからですね デニムののカバーオーオル出てるのでぜひ、まあ、皆さんもですねセレクトショップなんかで探していただければなと思ってるんですが今着てるのはですねあまりにデニムのカバーオールが好きすぎて自分でオリジナルで作ったものなんですね僕のブランドソ o のですねオリジナルのデニムのカバーオールなんですが、まあ、見ていただくとですねサイズ感に関しては少しゆとりがあるんですね肩のラインもちょっと落ちていますし身幅に関しても少しゆとりがあります着丈もですねお尻が隠れるぐらいだとライトのアウターとしては大人の世代には似合いやすいかなということで、まあ、これぐらい サイズ感を目指しして作りましたで、色落ちなんですけども、デニム素材のものって、ほとんど色が落ちてないような、深いインディゴブルーのものもあれば、ちょっとこう、ウォッシュがしっかりとかかっていて、色落ちしてるようなものまであるんですが、まあ、僕のブランドで作ってるものに関しては、結構色落ちですね、丁寧に出すような形で、ややヴィンテージ感というところをですね、やりすぎない程度に表現してるんですが、色落ちの感じもなかなかよくできてるなぁと思っています。デニムの産地といえばやっぱり岡山県なんですが、生地は岡山産のものを使って、デニムの加工も も岡山県でですね職人の方に1点ずつ丁寧に行ってもらっているので結構仕上がりがいいんですね、まあ、僕自身これサンプルなんですけどめちゃくちゃ気に入っていまして今年の春からガンガン着てるんですがまさに秋なんかも気軽に着やすいアイテムかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですねこのデニムのカバーオールというジャンル覚えておいていただきたいなと思っていますまたこちらのようにですねユニクロの G ジャンですとか無印良品のですねデニムのドリズラージャケットタイプのものだとかこの辺りもですね丈がスッキリとしていて今っぽい雰囲気で楽し 楽しみやすいかなと思うのでます、まあ、コーディネートは簡単で白 T だとかちょっと白のプリント入った T シャツを着てあとボトムスはブラックで引き締めてあげれば簡単に着こなしが完成するのでデニム系のアウターは意外と使いやすいかなと思います一方で注意なのがデニムのセットアップみたいな形で上も下もデニムみたいな着こなしがですねたまに推奨されていることがあるんですがハマればかっこいいんだけどハマることがほとんどないというぐらいですね難易度が高いので、まあ、ちょっとよした方がいいかなと思います あとはデニムとチノパンのコーデもちょっとアメカジ色が強すぎてカジュアルに見えすぎてしまうんですねなのでアウターにデニム素材を使った時にはボトムスはブラックだとかダークグレーだとかシャープな色で引き締めた方がバランスがいいかなと思うので是非その辺りを頭の片隅に置きながらですねデニム系のアウター皆さんもですねトライをしていただければなと思っています はい続いて2点目のですね秋のライトアウターなんですが僕が今着てるようなジャケットですねこれちょっと意外性があるかなと思うんですがちょっと綺麗めなものも1個入れたいなということでこちらを選出させていただきました今僕が着てるのはビューティーユースのですね3 6 0度マスターというシリーズのジャケットになります、まあ、ジャケットとボトムス両方セットアップで購入をしているんですけどもこういったジャケットもですね秋にはすごく使い勝手がいいので皆さんにご紹介ができればなと思いました、まあ、ジャケットというと やっぱりビジネスシーンで着るようなイメージが強いかなと思うんですねただ最近はジャケットの中でもだいぶカジュアルなものも増えてきてまして今着てるようなビューティーユースの360度マスターなんかはボックス型のシルエットであまりタイトじゃないんですねなので締め付けられることもなくて名前の通り360度ストレッチが効いてるのでめちゃくちゃ着やすいんですねこれだと先ほどのカバーオールと比べても全く遜色ないぐらい着やすいのでラフに羽織りやすいかなと思います肩のラインなんか も最初から落ちていますし身幅もゆとりがあってだけど着丈が長すぎないようなバランスでカジュアルシーンに落とし込んで着れるようなジャケットなのでこういったものを1枚持っておくと便利かなと思いますまあ、今回はセットアップで揃えているのでその内側にはですねボーダーのカットソーを取り入れているわけなんですねこれなぜかというとセットアップ自体が非常に硬さのあるようなアイテムなので内側にはちょっとカジュアルなものを合わせた方が普段着としては使いやすいからなんですね今僕が着ているようなマイクロボーダーと呼ばれるような結構ボーダーダの中でも線細かいもの でであれば大人世代にもも似合合いい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 やすすののの、まあ、そうっったたととわせててだくといいんじゃないのかなか思っていますちょっと前まではセットアップというとジャストサイズなものばかりだったんですが最近はこのようなちょっと緩めのセットアップというものの選択肢が増えてきてるんですね、まあ、例えばちょっと高いもので言うとテアトラのセットアップだとかあとはビューティユースのこちらの360度マスターなんかもありますしグリーンレベルのですねフリーリッチというシリーズのセットアップなんかに関してもですね同じように身幅ゆったりで着丈は長すぎないバランス ストレッチは効いいいいててすすすごく使いやすいんですねこのあたりがあれば、もちろん、こう、カジュアルシーンでも使うことができますし、今、T シャツはボーダーですが、白系の T シャツを着たりだとか、あとはバンドカラーシャツなんかを着たりすると、意外とですね、ビジネスシーンでも使うことができるんですね。まあ、今の着こなしであれば、足元はちょっと見えないですが、白系のレザースニーカーだとか、ニューバランスだとか、サロモンのスニーカーだとか、まあ、そういったカジュアルなスニーカーを合わせると、普段着として使いやすいかなと思うんですが、ビジネスカジュアルであれば、ローファーとかを いていただければ十分にこのジャケットでもでででですすすね対応ががきたたりるるのでそういいいった面でも結構使える範囲が広いかなと思います、まあ、大人世代であればジャケットも1枚ぐらい持っておくとすごく便利かなと思うのでその際には従来のですねスーツ前としたようなセットアップではなくて今僕が着ているようなちょっとですねリラックス感のあるセットアップを持っておくとですねカジュアルシーンなんかでも使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。 はい続いてラスト3点目のですね秋のライトアウターなんですが僕が今着てるようなマウンテンパーカーですねこれも欠かすことができないような鉄板アイテムかなと思います先ほどジャケットをご紹介しましたが対極にあるようなカジュアルなアイテムだと思うんですね形状としてやっぱりフードが付いてるのでよりカジュアル感が増すんですがその中でもデザイン的にミニマルなものですね僕が今着てるものはですねノースペースのコンパクトジャケット動画の中で何度擦り倒したかわからないぐらいですね着ていますが やっぱりこれは使い勝手がいいですねまあ、コットンライクなナイロン素材を使っていて着やすいですし T シャツの上にサライと着るだけで様になってしまうという良さがあるのでこれは使い勝手がいいですね僕は白ベースの今プリント T シャツの上にさらりと着ていますが意外と白とかのバンドカラーシャツとかストライプのバンドカラーシャツの上に着ても様になるので結構使い勝手がいいんですねでカラー展開豊富なんですが中でもやっぱり使い勝手がいいのはブラックかなと思ってまして形状自体がカジュアルなので色味は抑えて ななななるべくく大人っっぽく見せてあげた方がこののようなマウンテンテパーカーカはいいいいんじゃないのかなと思っていま,すまあ今回はノースフェイスのものをご紹介しましたが先日の動画の中ではスノーピークの1枚をご紹介したりだとかあとはパタゴニアのトレントシェルジャケットだとかそのあたりもですね結構仕上がりが良かったでするのでちょっとノースフェイスと違うものが欲しいんだよなという場合はですね同じこうアウトドア系ブランドの中でもちょっとずらしてあげるといいんじゃないのかなと思っていますまあ、コーディネートは先ほどもお伝えしましたが下に T シャツなんかを着るのが一番使い すくてボトムスはですねブラックを着てるので、まあ、ブラックで合わせてしまってもいいんですけども個人的にはちょっとグレー系のボトムスを合わせた方がバランスがいいなということでこういったものを合わせています足元はローファーみたいなきれいめなものはちょっとこういったマウンテンパーカーには合いづらいのでやっぱりスニーカーですねニューバランスのスニーカーでも白系のオールスタークップみたいなものでも合うので比較的合わせはしやすいかなと思うのでぜひ、まあ、こういったですねマウンテンパーカーも皆さん1着は新調していただくといいんじゃないのかなと思います このノースペースのコンパクトジャケットに変わるような大鉄板の1枚が出てきたらぜひ皆さんにもご紹介したいところなんですがなかなかこれを上回るものが出てこないのが現状で、まあ、皆さんの方でもですねこのマウンテンパーカーいいよというのがありましたらコメント欄でぜひ教えていただければなと思っていますということで3点目はマウンテンパーカーでした僕も愛用していて、まあ、旅行のシーンからキャンプシーンまで本当にさまざまなシーンで使っているものなのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の秋のライトアウター参選というテーマでお届けをさせていただきました。おさらいをすると、まず最初にですね、デニム系のアウターですね。カバーオールだとか G ジャンがあると、今っぽさが出せて、ちょっとカジュアル感が出せるので、便利だなと思います。そして2点目は、大人っぽいジャケットですね。これは肩のラインが落ちていて、ボックス型。セットアップで持っておくと、様々なシーンで使いやすいですよということで、ご紹介をさせていただきました。そして3点目は、ちょっと スポーティーなですねマウンテンパーカーこれがあればもう十分かなと思うんですねまあ僕自身もこの3つのジャンルというのはどれも好きなのでちゃんと用意してるんですね皆さんもですねライフスタイルに合わせて気に入ったものですね2パターンだとかまあ3パターンあっても結構使えちゃうかなと思うのでよかったらチェックをしていただきたいなと思いますちなみに今回は秋アウターというジャンルでお伝えしてるんですがなんだかんだで僕はこのようなものをですねそのまま春にも使ってるんですねデニムのカバーオーオルももジャケットもナイロン 系のですねマウンテンパーカーも実はですね春にも使うことができてそういった意味では2シーズンは間違いなく使えるようなものなんですねなので秋に使うだけだとちょっともったいないかなって感じている方でも2シーズンカバーできるのであれば結構ですね用意をしておいて損はないかなと思うのでぜひ、まあ、チェックをしていただきたいなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまた ちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっていますこちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめの アイテムでですすとか僕自身が実際に買ったものをですねどんどん配信をしています僕も記事を書いてますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに